シンバラモ修道院の主聖堂シンバラモ修道院はフィンランド平ナベ市にある聖教会の修道院。修道院はカレリア地方のラドガ湖の島々でのかつての住まいであったバラーム修道院を追放され東部フィンランドに移住した190人の修道士によって1940年に設立された。バラーム修道院は冬戦争勃発直後ソ連軍に占領された。 一時的な住まいを得た後、修道士たちは、東部フィンランドのヘイナベシに落ち着くことを決めた。修道士たちがヘイナベシのパピンニエミにある館で、全く驚くべきことに、バラーム修道院を12世紀に創設した聖セール、ギウスと、聖ヘルマンの遺恨が見つかった後、その館に落ち着き先が決まった。修道士たちはこの出来事を神の導きであると捉えた。 コネベツ修道院とペチェンが修道院から追放されたものを受け入れつつ、シンバラモ修道院は現在、フィンランド正教会の唯一の男子修道院である。フィンランド正教会には、女子修道院である、リントライタリ製三者女子修道院もある。これは、シンバラモ修道院から1 8トル離れた平ナベ市のパロッキにある。ありがとうございます。